ャニエル騒ぎ、トランプ氏自ら激しい抗議、戦い煽る、支持者射殺される、米国の民主主義の象徴である議会、6日トランプ大統領支持者の一部が侵入し占拠する前代未聞の騒動となった。昨年11月の大統領選の不正を主張。詳しくはツイッターはじめくん。